細田衆議院議長は旧統一教会との関係をめぐる追加調査の結果を公表し2014年以降関連団体が主催する会合に8回にわたって出席していたと説明しました細田議長はきょう午前議員運営委員会の委員長や与野党の筆頭理事に追加の調査結果を報告しその後文書を公表しました関連団体が主催する会合には 2014年2月以降、8回出席して挨拶を行ったとしています。ただ、旧統一協会自体が主催した会合への参加はなかったということです。また、選挙をめぐっては支援の依頼はしていない、動員を受け入れたことはないと説明しました。